皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。固定の家を持たずホテル生活をする本間洋介がナビゲーターを務めます。今朝までこちら新潟にあるホテル日光新潟というホテルに宿泊していまして、本日はこれから山形のホテルに泊まりに行く予定となっています。場所としては鶴岡になります。一旦新潟駅までタクシーで行きまして、そこからですね電車で向かっていきたいと思います。チェックアウトしまして、タクシーで新潟駅まで来ました。ここから電車に乗って鶴岡駅まで向かいたいと思います。鶴岡駅に到着しまして、今ホテルに向かって歩いています。だいたい20分ぐらいで着くのかなと思います。もう周りは見事に何もないですね。ホテルの敷地に到着しまして、今このように水田の一本道を歩いてメインの建物に向かっています。ホテルに到着しました。ちょっと敷地が広大すぎてどこにフロントがあるのかわからないんですけども、フロント見つけたらチェックインしていきたいと思います。本日泊まりに来た庄内ホテル水田テラスは、米どころの庄内平野の水田の上に浮かぶように立つホテルです。主観を使った建築でも知られる坂茂氏が設計を手掛けています。レストラン、ラウンジ、天然温泉、ジムなど設備も充実しています。今回は3月30日火曜日にチェックインしまして、2日後4月1日木曜日にチェックアウト予定となっています。リラックスを使って予約しまして、元料金が10,050円、そこから各種割引により1550円が引かれまして、支払い料金は8500円となります。所在地は山形県鶴岡市北京田下鳥の巣。アクセスは鶴岡駅からタクシーで10分、庄内空港からタクシーで20分となります。こちらがフロント階にあるテラスになります。一面何もなくて本当に開放的な雰囲気です。リフレッシュにはもう最適ですよね。外にはこのようなテーブルがありまして、中の方にはソファー席があります。それではお部屋に向かいたいと思います。 GHY という3つの棟がありまして、今日は G 棟になりまして、 G の222というお部屋になります。こちら右手ですね、すごいめちゃくちゃおしゃれな感じになってます。雰囲気がいいですね。吹き抜けになってるので本当に明るくて気持ちいいです。見つけました、こちらのお部屋になります。はい、お部屋に到着しました。今日のお部屋はこういったお部屋です。シンプルで木のぬくもりが感じられるデザインになっています。今日はダブルベッドですね。ダブルルームになりますので1台あります。かなり広々としています。そして奥が一面窓になってるんですよね。こんな感じで景色としては目の前が建物になっています。この建築が本当に美しいですよね。そしてこちら側に水田の景色も見ることができます。このすぐ下まで本当に水田になっていまして、まさに水田の上に佇むホテルといった感じです。窓の手前がデスクになってまして、かなり細長いですね。こちらに椅子がありますのでゆっくりと休むことができます。すごいこのデザインとかもすごくおしゃれですね。ライトはこんな感じです。はい、でこちらにタブレットがありまして、館内の情報ですねを見たりとか、フロントに接続したりとか、アラームとかいろいろすることができます。でこちらの水ですね、こちらについては無料で飲むことができます。チェックイン時にはこのようなおせんべいもいただきました。ロゴが入ってますね。ちょっと割れちゃって縁起が悪いですけども。あとチェックイン時にもらったもので言いますと、こういったクリームとかローションとかクレンジングとかが入ったセットですね。女性の方とかすごく嬉しいんじゃないでしょうか。あとはご飯系のメニューのご説明もいただきまして、ディナーで言いますとこういうお弁当形式になっていて、全体で言うと3800円ですね。でそれぞれの個々の3台になっていて、それぞれ1段ずつですね購入することもできるといった感じになっています。
こちらについてはお部屋でも食べれるし、レストランで食べることもできるといった感じになっています。朝食についてもこのようなお弁当形式になっていまして、こちらについては明日食べますので、またレビューしていきたいと思います。そんな感じですね。まあ、その他水田テラスのいろいろなご説明もいただきましたと。はい、この横一面がこのような感じになっていて、シンプルではあるんですけども、扉を開けるといろいろありますね。まずこちらが収納ですね。はい、ハンガーがありまして洋服をかけることができます。あと下に館内着がありますね。浴衣のタイプになっていて、生地感がすごくしっかりしてますね。で、帯はこういったデザインになります。この下は、はい、スリッパですね。すごいかなりふかふかで厚みのあるタイプになります。下もこういう生地感ですごくしっかりしてますね。続きまして横を開けていきたいと思います。こちらは、はい、コップですね。こういった通常のグラスと、あとおしゃれな感じのカップがあります。飲み物についてはほうじ茶が2つ入っていまして、横に電子ケトルがあります。この下は冷蔵庫ですね。はい、中には特に何も入っていません。で、その横がテレビといった感じです。こちらさっきつけてみたら、そのままテレビがつくような感じになっていたので、メニューとかは特にありませんので、まあ、何か操作するときは先ほどのタブレットでやる感じになります。こちらの下は空気清浄機ですね。上にクーラーもあるんですけども、こういったクーラーとか空気清浄機とかをあえてこういう風に中に入れることによって、その全体としてのデザインの統一感を出してるんじゃないかなと思います。こういう細かいこだわりが本当に素晴らしいなと感じます。水回りがこちらですね。お部屋に入って左手の大きな扉を開けるとありまして、洗面台ですね。まずこんな感じです。シンプルでかなり広々とした洗面台になっています。アメニティはこちらがヘアブラシ、カミソリ、ボディタオル、歯ブラシ、あとは綿棒といった感じですね。で、奥にドライヤーがあります。下にはタオルがたくさんありますね。お風呂場がその横ですね。こんな感じで個室のタイプになってまして、はい、浴槽も別であります。軽く入ってみたいと思います。縦幅がそんなにないんですけども、横がかなり広いですね。あと深さもかなりあります。ゆっくりとできそうな浴槽ですね。こちらのホテルは大浴場もありますので、そちらがメインになるかと思いますけども、お部屋のお風呂場についてもかなり充実している印象です。シャンプー類はシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュと3種類揃っています。はい、で最後にこちらですね、お手洗いがありますよね。はい、こういった個室のタイプのお手洗いになっていて、結構広々としています。はい、以上になります。宿泊棟の G 棟に結構いろんな設備がありますので、これから軽く散策していきたいと思います。G 棟1階にあるライブラリーラウンジに来ました。このような感じですね。ソファーとあと本棚が置かれています。結構広々としていまして、こちらにもありますし、奥ですね、こんな感じでずらーっと置かれています。すごいですよね。ここの一部屋ともう一部屋横にありまして、そちらも見ていきたいと思います。はい、こちらもこんな感じですね。かなり広々としていますよね。雄大な水田の景色を見ながら本を読んで休むことができます。こちらが G 棟1階にある酒ラウンジというところになります。カウンター席がありまして、奥のお酒をセルフで取って飲むことができます。こんな感じですね。コップが横に置かれています。プリペイドカードをフロントで買ってきて飲むような感じになります。こちらと別で酒バーというのも横に併設されてまして、こちらはセルフではなくてバーテンダーの方が作ってくれるような感じになっています。ただちょっと金曜と土曜と日曜しか空いてないみたいですので、ちょっと今日は行くことができません。ずっと部屋で仕事をしてまして、夜になったのでこれから館内のレストランで夜ご飯を食べていきたいと思います。その後続けて大浴場も行ってこようかなと思います。メインのレストランに行きました。部屋と統一されたインテリアで本当に素敵な雰囲気です。ディナーメニューはパスタやカレーなどになります。今回は本日のパスタセットを注文しました。ドリンクは特に注文していなくて水を飲んでいます。こちらがセットのサラダ、
そして同じくセットのスープになります。パスタについてはボロネーゼでして、この上に乗っているお肉の部分がですね、とっても美味しくて印象に残っています。はい、結構量もありました。美味しくいただきました。ごちそうさまです。浴衣に着替えてみました。これから館内の温泉行ってみたいと思います。ドーム状のスパ棟に天然温泉の大浴場を完備しています。地下1200メートルから汲み上げた温泉を源泉かけ流しで使用しています。天井の木組みや壁面タイルなど特徴的な建築も楽しむことができます。おはようございます。今回は朝食付きのプランで予約してますので、これから朝ごはんを食べに行きたいと思います。朝食会場は昨夜と同じレストランになります。このテラスがとっても気持ちいいんですよね。和食のセットメニューになっていまして、このような健康的な朝食です。ドリンクはオレンジジュースを取ってきました。このスープなんですけども、庄内で採れた具材を本当にふんだんに使ったものでして、山菜であったりとか、あと野菜、そういったものがたくさん入っています。そしてこちらがサラダ、玉こんにゃく、卵、お魚ですね。おかずもたくさんありました。この水田を見ながら食べる朝食は本当に最高でした。ごちそうさまです。はい、というわけで今回は庄内ホテル水田テラスに泊まりに行きました。こちらのホテルは以前美容院にいた時に配られた雑誌で見つけまして、半年間ぐらいずっと来たいなと思っていまして、ようやく来ることができました。今回ですね、総合評価としては 4.5 というかなり高い点数をつけています。特徴的なところ、項目別に見ていきたいと思います。まずお部屋ですね、こちら 4.5 をつけています。木をベースにした本当にぬくもりの感じられる素晴らしいデザインですよね。こちらの、まあ、お部屋もそうなんですけども、建物自体の建築も素晴らしいので、ぜひそちらも見ていただきたいポイントです。細かいところなんですけども、例えば冷房ですね、そういったものを露出させない形にしていたりとか、あと空気清浄機も奥の方にしまわれていたりとかで、そういったところで全体の統一感が保たれていて良かったなと思いました。はい、お部屋については 4.5 ですね。続きまして館内設備、こちら満点 5.0 をつけました。こちらのホテルは、まあ、お部屋自体ももちろんいいんですけども、例えば大浴場があったりとか、ジムがあったりとか、ラウンジについてもテラスっぽいところもあれば、ライブラリーラウンジっていう本が飾られているところですね、もあるといった感じになっています。あとバーについてもセルフのところもあれば、金曜、土曜、日曜などについては店員さんが作ってくれるバーもありますので、本当にお部屋以外も様々な過ごし方があるので、そういったところで館内設備 5.0 満点をつけました。最後に立地 4.5 ですね。こちらのホテルはホテルの周囲が水田に囲まれているという本当に稀有な立地になっています。夕暮れ時とかも特に景色が綺麗なので、そういった絶景も楽しめるかなと思います。まあ、そういった自然に囲まれた立地にありながら、山形の鶴岡駅というところから徒歩圏内といったところでアクセスも良好といった感じですので、立地についても本当に素晴らしいホテルだと思います。とってもいいホテルでしたので、気になる方はぜひ泊まりに来てみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。